御旅所古墳は、愛知県春日市にある古墳。あじよ古墳群の一つ。双子山公園の一角にある墳圏約31メートル、高さ約2.9メートルの円墳で、公園に隣接する白山神社の西南約80メートルに位置する。名称は、白山神社から御子塗業が行われる御旅所であった、ことにちなむ。発掘は行われておらず主体部は不明。 1991年に公園整備が行われた際の調査で検出された遠筒波庭列の位置などから2段築造であった可能性もあるとされている。この調査で修航の存在も確認されているが正確な規模はわかっていない。地積図から幅8から10メートルを想定しており修航を含む復元規模は直径約45から50メートルとも推定されている。なお、 噴球の上部が削られ、周囲に玉垣や階段が設置されるなど現在では噴球の改変が進んでいる。整備が行われた際に噴球部から遠藤刃庭と高槻形期大脚部が出土しており、出土品はカスガ市教育委員会が収蔵している。なお、1974年から翌年にかけて行われた噴球の土留め工事の際、 ふん海南側で検出された、円筒埴輪列で、すえ埴輪とはせ室埴輪が、交互に配置されていたとの記録がある。ありがとうございます。